レックスは1931年に浸水したイタリア船籍のオーシャンライナーである。1933年から1935年まで西回り航路のブルーリボン賞を保持していた。レックスの所属するイタリアンラインはイタリアの NGI 社と LS 社が合併してできた新会社であった。ドイツの海運企業北ドイツロイドラインが特徴的であった。 元が別会社それぞれで計画式稿した二席だったため外観は似ていたが全くの別線で同型線ではなかったが目的は同じにし完成した当時は世界最大最速だった1931年8月にビットーリオエマヌエーレ3世とエレナ王妃による洗礼を受けその後諸女公開に着いたが機関トラブルが発生した この処女公開でレックスは1932年9月にジェノバを出港する。ベニートムッソリーニ参加セレモニーが催され、乗客のほとんどは国際的な有名人ばかりであった。しかしレックスがジブラルタル沖に差し掛かった時、機関に機械的なトラブルが発生し、修理に3日を費やした。このため、飛行地で半分以上の乗客が途中下船し、 さらに到着後の折り返し便では再度故障し、大掛かりな修理を行うために、ニューヨークへ引き返さなければならなくなった。1933年8月、レックスは4日13時間、平均速力28.92ノットを記録し、イタリアの国威発揚で、長年の課題だった、ブルーリボン賞の西回り航路で獲得した。この記録は1935年、 客船ノルマンディが破るまで続いた。1938年5月、レックスはアメリカ陸軍航空隊の B-17 爆撃機と共に航行するデモンストレーションを行い、航空機から投下された通信塔を戦場で受け取る実験に成功した。これはアメリカ陸軍航空隊の宣伝で非常に効果のあったイベントであった。第二次世界大戦の勃発に伴い、 レックスとコンテディ・サボイアは地中海に移され、徴用はされずに民間船として使用され続けた。運航地域が地中海だったことも幸いし、北ヨーロッパで起こっていた混乱の影響を受けることはなかった。戦況が北、大西洋に及びこの地中海運航も1940年の春に終了する。レックスはイタリア国内で経流しのチトリエステ港に移動した。 イタリアの降伏後、ナチスドイツ軍掌悪下にあったレックスを、トリエステコ封鎖に、戦隊自鎮の逆利用を恐れ、1944年9月8日、コペル沖で、イギリス空軍機によって123発のロケット弾を撃ち込まれ、左限に転覆しやさせに沈没した。戦後残骸の一部は海底に放置された。ありがとうございます。